あ、ちょ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 。ビジュアル的にさ全然違いますね。やっぱり、うん、来たやってる感がね。これ何や。これ寒い寒いっても全然そうでしょ。10月ぐらいなんでしょみたいな。そう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 。バラエティーで寒さってダメらしいですね。伝わらない。伝わらない伝わらない。寒さ暑さ。だから見た目がないと思う。うん。うまそう。キャンプ中です。キャンプの概念戻りたくない戻りたくないかもしれない。キャンプの概念を覆す、うん、これが俺のキャンプだ。ビール飲んどかないと夜お湯割りしか飲めなくなるから。ひろしさんプッシュいます？あの人プッシュいらないの。風呂上がりの乾杯します。ヒロシさんはジュースで、うん、はい、もう裏切って飲もうかな。裏切って飲もうかな。ヒロシさん来なそうだ。ヒロシさん飲んじゃっていいですか。バーイ。周りが温度低すぎてビールがぬるく感じる。いやいや冷えてるよ。キンキンよ。キンキン俺今買ってきたやつだから。ああここで冷やしとかないと。何それ。だから置いとくと冷えるんだよ多分。買ってきたやつはぬるいみたいな。コンビニの冷蔵庫より冷たいんだもん。だって 5度とかでしょ冷蔵庫。そうね。ここ0度だから今の時点で。ああうまい。もう持てない。俺もちょうだい。ビール。冷たいですよ。いや喉乾いてる。まあ風呂上がりだから。あれやっぱ珍しい。ビールは珍しい。全然違いますね。あれプシュって開けるとこ初めて入るんじゃない。ヒロシさんね。初プシュ。みんながよくやってるやつ。プシュって言ってください。プシュって言わなくても言うんでしょ。だっていやプシュ言っていいですかって言う。プシュります。プシュリ。いいっすね。あれいや明けましておめでとう。おめでとうございます。大地への乾杯もね。大地への感謝。珍しい。ああ冷たいですよこれ。岩盤浴気持ちよかったな。気持ちよさそうだったねあれ。ああうまい。うまい。冷てえ。明日の風呂が楽しみですね。こんだけ冷えれば。っていうか今日の夜が不安だよもう。宿泊施設もあったしね。いやそうだね。だから風呂入ってここ今水風呂に来てる状態ですから本当。そう。なるほど。大きな意味。そんなに長いスパンの。怖い。なんか。また恐ろしいのが絵的にはそんな寒そうに見えないんですよ。そう。雪がね。そう雪があればね。あと3日いないといけないんですよ。義務に。僕は明日帰ります。帰れます。ああやっと帰れるよ。
ぬくぬくしたお家に。ずるいな。ずるいな。大変だね、みんなキャンプ。キャンプで。なんで俺今年長めに休み取ったんだろう。去年だろう。いやー、確かに。10日ぐらい取ってましたよね。10日ぐらい取った。沖縄。でももうこれ、これを挟んでるから、来年の沖縄も死ぬほどテンション上がるかもしれない。いやー、来年。まあでも今考えたら中止して正解だったよねって話してたよ。なんて？中止して。今考えたら。いや、寒い。まだ全然いいです。まだ大丈夫、はい、まだ日が出てるの、これ、うん、これもう終わ日沈むんで。でもなんか夕方ぐらいからマイナス5度って言って、そっから意外と1度2度3度ぐらいしか下がらなかったような。そうですね、マイナス5度ぐらいからあんまり変わらない。下がらなくて、夕方からマイナス5度、夕方からマイナス5度、はい、終わりの始まり。うわだからもう今0度ですけど。杉さん、クソ暑いとこかクソ寒いとこしか来ないですよ。一番気持ちいい秋とか。バカなの、バカなの。なんで一番気持ちいいとこ来ないの。そうなんですか、なんすかね、癖なんすかね。癖ですかね。なんなんすかね。ド M なんすか。まあ、まあ、よりっちゃよりですよね。そうですよね。これ、あの写真で見たおでんあったじゃないですか。あれまだ溶けてないらしいですから。あってもあれ。杉さんのにも写しますか、俺。ちょっと見して。俺のに写していいですよ。大丈夫かなこれ。ああ溶けた、溶け出した。あ、溶け出した。あ、ちょっと溶けてきましたね。よかった。今何時だったっけ。今何時って3時、3時だから夕方5時になったらまた凍ります。夕方3時の夕方3時のおでんじゃねえよ。ちょっと見せ、うわ、もう何十年も同じ出汁でやってるんですよ。凍らしては最初の仕事。すげえな、やっぱり。カチカチ。冷えた方が味が染み込みやすいから。そうだよね。冷えすぎは多分入らない。大根とかも酢が入ってくるじゃないですか、凍って。耳に乗せるのが楽しみだ。あ、楽しみですね。もつ煮も作っときますわ。あら、ありがたい。杉さん、刺激受けるわ。頑張ろうなって思います。頑張ってキャンプやんないと。あ、みんな動こう。あちぃ。よーし、もつ煮込み作ろう。酒粕入れるもつ煮込み。ようお腹いっぱいなのに作れますね。いや、これ作っとけばもうおでんともつ煮込みで生き抜く。あと3日無理か。さあ、しっかりと着火剤入れた焚き火しよう。うん、薪も切らず、アマゾンで買った薪でしっかりと着火剤で焚き火します。人からもらった白樺の皮で。よし、分かる。あ、寝るのもね、うん、眠ると夜地獄じゃない。地獄やね。いや、夜地獄とか。キャンプやると分かるね、夜は寝るもの。アクシデント。え、それじゃあそういうピコグリル入れ？ピコグリル入れ作ってもらった。へえ。かっこいいや。うん。よいしょ。それいいや。ピコグリル入れ。うん。うん。え、なんか入ったよ。冷たいのが。うわ、ちっちゃい氷入ってた。靴の中にガラスじゃなくて氷、ガラスじゃない氷。どっから、あの霜柱が。ちょっとでもさっきにするとやっぱ全然違うね。全然違うね。あえて分厚めにいってます。
工房もこっち。ああ、冷たなったけど、趣向のある動画撮ってんじゃなかろうか。いや、なぁ、趣向のある動画撮り始めたんだろう、どうせ。邪魔しに来たよ、邪魔しに来たよ。静かになってると思ったら、趣向のある動画撮り始めてるね。あんた、このもつ煮込み食べるでしょ。食うよ。いや、もう今回は、ね、氷を切ってるんですか。わお。なに、その前に、ジムニーと群幕の趣のある動画、ちゃんと僕が邪魔してきましたか。入ってきたからな。ちゃんと邪魔しといたから安心して。ああ、すべて。すべてよ。氷切ってるみたいだね。はい。もう出てきとりか。いやー、冷たそう。冷たいです。なんかね、あ、そうですか。寒くない。いや、正直俺もちょっと思った。ああ、俺らが一回温まって、あ、全然寒くない。今マイナス2度だよ。寒いよ。それです。3000円ぐらいか4000円買ってます。これ僕1000円くらいで買って、ヒロキさんに教えてもらってスイカ。ああ、そうですね。みんなバカになってきてるじゃない。朝日の発車。あ、そうだ、はい、もうかなり気に入ってます。やっぱ、あ、はい、いいんですね。あ、そうですか。はい、しょうがないです。そうです。はい、頑張ります。ワンドとソロドーム人気だね。ちっちゃくなるんですか。すげえちっちゃくなる。へぇ、はい、でもどれぐらいなのかわかんないけど、燃やすぞ。いや、杉さん来てみんな上がってよかったっすね。やっぱね、久々、こう、なんていうんですかね、初心を思い出させてくれるんだよ。たまにしか来ない杉さんが来たことで、ええ、やっぱ場が明るくなります、ね、ある。あ、嬉しい、それは。薪が落ちてることが嬉しいんだっていう感覚忘れてたもん。これ、横にみんなでかいあの木置いてるのはもうその、なんかあんの、こういう、こういう風に置いてるのは。あ、それにつくと楽だ。あ、そうか。あと、その上に鍋とか置ける。あ、そうか、そうか、そうか。なるほど、じゃあこう。俺、違う焚き火台だからよくわかんないです。あ、そうか。はい。これ2個だと、これが影響し合って燃えるから。あ、こう。こう、両方で。よくできてる。もう驚きないのよ。あったかい。今日あったかい。ほ、本当ちょっとあったかいかもね。昨日よりは。
あ、やべ、うまい。そろそろ凍ったおでん氷おでん復活させます。もうピコグリルの限界ぐらい料理一回凍らせた方が美味しいかも味が染み込んでこんにゃく入ってます。こんにゃく入ってる。こんにゃく食感変わってるの。こんにゃくの見た目がちょっと変わってる。具が入る。マジでダイエット食で凍らせこんにゃくみたいなのある。凍ったらなんかボコボコしてる。食感が全然違う。全然違いますね。うん、あ、ぷるっとした食感ない。うん、あ、でも全然いける、はい、噛み応えがある、はい、あ、でもまだマイナス2度なんかマイナス2度動画撮ってる。もしかしてマイナス2度動画撮ってないですけど、マイナス2度ちょっと切ったぐらい。あったかいですね。どの時間もあ、マイナス2度めっちゃブルーモーメント。かっこいい。俺も撮ろう。ブルーモーメントいいね。うん。超かっこいい。おでんからのブルーモーメント。かっこいいね。からのこんにゃく。あ、ブルーモーメント越しでね。ブルーモーメントおでん。これブルーモーメントハイボール。ついにピコグリルが壊れました。このね、はめてたとこが折れてしまって何でも動画にするじゃないですかいやいや、悲しいんだよこっちはピコグリルとのお別れ楽しんでるのに楽しいんではないか。あー、ここも折れて、もう限界来てましたね。うわ、もう軽っ。
壊れやすくなってるな。あ、もう。チャンネルはピコグリューが壊れたのを動画にしてお金を稼ごうとしてる。いや、お金を稼ごうとしてない。してるか。すごい、もう手で折れるレベルになってる。そんなになるんですね。結構使った。この薄いのに軽いからね。ありがとうございました。何年使ったかな。あ、そんな結構使ってたんですね。結構使ってた。家族でどれぐらいかな。俺も積んだことねえからな。あー、うまい。じゃあ、ロス。はい、おじめにちょうだい。あ、どうぞどうぞ。あー、これ、いつもしかかるな。あ、どうした。うわ、すげえ。ないで。どれ取っていいの。どれでも卵を取っていいの。はい。ちょっと俺、テントの中で食っていい。はい。ちょっとあの、豆炭でやるという技を覚えた。豆炭って何でしたっけ。炭。あ、炭でこれを。そう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 。え、大将さん、これも、もつ煮込みめっちゃうまいですか。うわー、ネギと一味あります。ちょっと、どうしようこれ。皿がないですか。また後で取り来る。で、今日本酒、杉さんからもあった日本酒をね、はい、豆炭で今やってる。日本酒飲んでる。それを飲む絵を撮るから。おでん食いながら日本酒飲むようになったんですか。かっこいい。え、僕の後で日本酒で、これと、これ3分の2と日本酒入れたらめっちゃうまいです。3分の2と日本酒だし割りって言って、だしと日本酒割って飲む。ああ、ちょっとその高度なのはまだ俺は早い。まだ大丈夫。ちょっとまた後でまたもつ煮込みもらいに来るわ、はい、さも自分が作ったものを。いや、それやめてください。でもそういう風に作るの。マジで。すいません、これも俺が買ったやつか、送ってくれたやつかもしれないですけど、ラフロイグのお湯割りっていうのやってみます。なんかちょっと着々とダウンになってしまってますね。すげえなぁと思って。でもこれさ、みんなもさ、これ食べて大の人生じゃないの。もう確かに人生観は確かにみんな変わってるかもしれない、ね、もし仮にこれなんか起きたら生き残るでしょ、みんなも。多少はね、燃料さえあれば完璧ですよ。それでもうなんかここら辺のキノコもちょっと火の専門家と一緒にやらないと。わ、香りが。図鑑で調べたりしても危ないと言います。あ、すごい。あ、お湯割り美味しい。美味しいですか。香りが広がる。ラフロイグ、うん、うわ、早く行きたい。あ、俺もこれ早く飲んでると。で、お湯だいぶいい感じで沸いてますね。はい、はい。お湯持ってきてもらえんかね。持ってきます。一応ここにはある。ぬる缶ぐらいのレベルのお湯だったら、うー、常にある。ラフロイ、ラフロイ、ラフロイ、アユラフロイ。イエス。どうですか。これですか。これです。これ何。これこれ、それはワイン。ワイン開けても開けたら飲み干してね今日。いや俺も飲むけど。僕はもう白ワインがあんま酔うから。もうここ酒屋じゃないですから。あと日本酒。Are you La Froy? Yes, La Froy. Yes.
よし。やばい、うまい。ちょっと一回ストレート飲もう。来ますよ、これ。やば、むちゃむちゃうまいっす。うまいやろ。わ、知っちゃった。むちゃむちゃうまい。俺は一番好きなんや。いや、むちゃむちゃうまいな。年取ったな、茶色いお酒が好きになるなんて。今何時ですか？8時25分。まだまだだな。明日もあるしな。ラフロイドもらいとる。ラフロイドもらいとるぞ。どうぞどうぞ。はい、ワイン持ってきました。ちょっと寝た方がいいだろ。いや、大丈夫です。まだ。すべて瓶詰めて。ワインはの。飲みます？ワイナリー。ワイナリー。いや、冷たい。いや、ほんと冷たい。これ、マジ、持ってください。ダメだ。持てない、俺。とんでもない、とんでもない。いや、マジで持てない。いや、マジで持てない。美味しい。ワインと、ごめんね、島田くんの、もらいますよ。もうちょっと、冷たい。食べてください。やばい、グツグツ感やばい。俺も取ろう。真ん中にも来てほしいな、グツグツ。寒い寒い。だけもう、わ、綺麗、炎が。これ、あ、これで宇田さん食えるの。なんでこんなタピートストーブ囲まれても寒いんだよ。箸持ってきてないんや。箸持ってきましたよ。家帰りたい。いや、これ食えんて。お家帰りたい。これ食えんて。あと寄って、やばいってこれ。お家帰りたい。あ、美味しい美味しい。いい、あ、これ全然、食べてください。あ、うまい。グラタン、明日お家帰れるの嬉しい。ずるいぞ。明日お家帰れる。あ、間違えた。グラタン用の皿にワイン入れて解放される。会話がごちゃごちゃしてる。いただきます。いや、嬉しい。はい、食べましょう。いや、お家帰りたい。うわ、うまっ。もうお家帰りたい。うん、お家帰りたい。お家帰りたい。スプーンですね、これ。うまっ。高いぞ。ふかふかのベッドの寝たい。めちゃくちゃうまい。あれよ、うわ、止まる。なんで来るんだろうな。仲間がいるからかな。いや、もうずっと一人で喋ってるやん。仲間がいるから来るんだろうな、うん、おい、仲間。うわ、出た。これもう、めちゃくちゃもつ煮がうまくできたんですけど、食べてくれないですかね。いや、食べたい。やった。食べよう。昨日とまた違うんで、昨日の酒粕煮から足して既製品のやつで、はい、ネギここから取った。はい、ありがとうございます。あ、先これで。うわ、うまそう。これはたまらん。辛もつ、うわー、熱感もあるよ。ごぼうも、あこれ熱感じゃない。既製品だけどね。半分はね、酒粕で煮たやつね。うん、うん、うまっ。うん、あったまる。うまっ。箸見てねえな、最近。あいや、もつの油がうまい。うまいね。出た、こいつ。出す。行きましょうか。さて。杉さんのクッカーやばいんだよな。いや、これ。こっちの方が武骨な気がしてくるね。なんすか、それは。よくない。なんか変なプラスチックの。変なって言っちゃった。これね、よくわかんないんだ、俺もそれ。なんかついてきたんだよね。昨日からこれずっと使ってますよね。ありがとう。ネギちょっと、あ、俺これで大丈夫です。あ、そうか、ネギ嫌いなんです。ネギね、一味はいるんでしたっけ。あ、これでいいっす、今回は。はい、よし。ああ、よし、いただきます。いや、これ熱燗の方がもうさらにとっか。
ちょっと飲んでみる。あ、芯から来るよ。あ、うまっ。いいね。スマート逃げるように帰る杉さんずるいぞあーストーブ欲しいずるい、あったかいとこ欲しい、帰るのずるいよ。いや堪能したから、もう堪能したからあっすごく出れないか逃げ帰るかどちらも逃げてる